なぜ協力する流れになっているんだ。え、待ってよ、急にどうしたのさ。少なくとも隣にいるメトーデとレンゲちゃんは一緒に協力した仲だろうに。一次試験で何かあったのか。メトーデさんが一次試験で他チームボコしてるの見て怖くなったんじゃない。一次試験中に口説いて振られたんじゃね。気まずいしやさぶれてるんだ。確かにこいつロリコンっこいしな。いや、口説くならメトーデさんの方じゃないの。彼の考え方は間違ってないが、彼が伝言と言い合いしたことで明らかに不穏な空気になったよね。でも試験終わった後、メトーデさんとレンゲちゃんと一緒にオイサーストを出発してるし、教会側が試験を盛り上げるために雇った桜を疑うレベルでみんなの不安を的確に煽ったよね。まるで自分の目的のために女子供でも容赦なく殺せるようなやつがいるみたいな雰囲気になったよ。メトーデさんに塩対応されたから。まだ事件が起こったわけでもないのに、この中に殺人鬼がいると言い出す最悪なパターン。元から集団に溶け込む気のないやつだろ。レンゲちゃんが実力的に足手まといだった。メトーデさんのヤバい部分が出ちゃってた。これだな。公式でもこんな扱いだし、アニメだとムッとした声だったから他者を疑ってる感あったが、ここだけ見るとガチで協力する意味理解してない人に見えて怖い。めちゃくちゃ澄んだ人見しててくさ。現場猫館内、イールンニンチリアルの名たちが悪い。実際みんなこいつと伝言の中間案を選択したわけだし、トーン氏が声上げてなかったら多分みんなで協力する流れになってたから、この試験の合格者は9割を超えてた可能性もある。そしてその責任は全てフリーレンのせいになる。つまり全部フリーレンが悪い。みんながみんな一次試験で伝言のとこやビアベルのとこのように友好を深められるわけではないのだ。メトーデがレンゲちゃんを構い倒してたせいでパーティー内ですごい気まずかったのかもしれないだろう。もしかしてゾルトラックってうっかり直撃したら死ぬの。人を殺す魔法です。こんなのがみんな当たり前に使えるんだから、そりゃよく知らない魔法使いと行動したくないって気持ちはわかる。一次試験でレンゲちゃんをめちゃくちゃ可愛がるメトーデさんに塩対応されて拗ねちゃったんだ。レンゲちゃんに声かけたらメトーデさんにいさめられたんだろうな。試験中はずっと気まずかったろう。ちっさ。レンゲちゃんは服が透けて見える魔法が使えて、プライドの高い彼はその一言がトラウマに。それこそみんなと協力して一級魔法使いに合格し、特権でちポーでかくする魔法をもらった方が良いのでは。俺が先に行ってモンスターや罠を排除しておくぜ。俺が倒れてもお前たちは試験に合格するんだぜ。俺はそこそこの宝を集めて離脱するぜ。調べたらサイコロステーキ先輩の中の人だったのか。メトーデさんになでなでしてもらえなくて拗ねちゃったんだよ。名前あるだけの実質モブだし、しゃあないとしか。しかも野郎だしな。このダンジョンがいつからあるのか知らんだ。過去の英傑たちが誰もクリアできなかったのに、なんで一人で行けると思ったのか。まあ仮に裏切りとか考慮しなくても、今後敵対する可能性のある相手に手の内知られるのは避けたいだろうし、妥当な判断ではある。一級魔法使いになるならそのくらいの逆境は跳ね返せって。それはそう。連携めっちゃいい人なのに、宮廷魔法使いとかいう悪いやつがなる職業についてるせいで信用ないのかわいそう。でも伝言パーティーは明確に相手を殺そうとしたり、魔力切れの参加者に襲いかかったりしてたし。でもこいつ複製体が出現する階層までは一人で到達してるから、知識や実力はそれなりにあるのよね。こいつここにいたのか。途中に人の形のシミがあったから、てっきり死んだのかと思ってた。ちゃんと命優先で損切りできるの偉いと思う。まあ結果論で言えば伝言が正解だったというだけで、トーンがダメってわけじゃないから、こればかりはな。というかフェルンはともかく、フリーレンとラビーネカンネも結局別れてるし、むしろ伝言組が柔軟すぎる。